風俗経営はね、丁寧、正直、健全経営じゃなきゃいけないと。風俗企業マニュアル。はい、これはですね、ちょっと紹介するのが遅くなってしまいました。こういう本が出ましてですね、これは何年前になりますかね、2年前に、このチャンネルでですね扱ったんですよね。デリヘルちゃんこをやってらっしゃる方がフランチャイズでやってて、それを伸ばしたいということで、林さんがいろいろ絡むのは教育産業の方がまずいんで、僕が2回話したのかな。そこから加盟店を伸ばされましてね、来た時20何店舗だったと思うんですけど、この本が出る時点で62まで増えたってことですね。コロナ禍でも去年でも42から60、20店舗増えてるというですね。まあその2年前にも、まあこういうこう偏見がなければね、風俗企業という風偏見がなければ非常に固いんですよ、割と固いんですよっていうお話したと思います。でなんでかっていうと、やっぱり人が嫌がるもの、人ができないものをやるっていうのは商売として一つ儲かる秘訣だからですね。やっぱ多くの人が抵抗があるっていうものなんで、そこをきちんとやれば儲かるんですよ。この本ですね、非常にやっぱりよくできてますよ。マニュアルって書いてある通り、風俗の中でもやっぱりデリヘルがいいっていうね、そういう説明がまずあるけどね。もういきなり開いたところに分かりやすい、月にいくら手残りがあるかっていう説明があって、うん、こんな残るんだと思って、ただこれはあくまでも儲かっていないお店での話ですね。そうね、うん、またこれが続きが気になるところになりますね。いやいいね。1行目がごっさんです。ポチャデリ FC グループの代表のちゃんこ鍋尾です面白すぎるでしょこれ、名前もいいよね。なかなか内容も濃くてですね、一番最初にはね、風俗っていうのは結構太古の昔から職業としては一番古いんだなんていうですね、ギリシャの歴史からね、まあったりとかね、そういうことから触れられて、いかにこの風俗の中でデリヘルがやっぱり低投資低コストで高収益かという、だからデリヘルがいいんだということから、まずは在籍20人、一日出勤10人を目指そう、こうやってステップが書いてあるわけですね。なぜそのデリヘルがいいのか、なぜその中でデリヘルでも可愛い女の子を集めたデリヘルじゃなくて、なぜぽっちゃりを集めたちゃんこがいいのかっていうことも非常に納得がいく説明がされています。ぽっちゃり女子を幸せにする店長の管理力、このマネジメント系の話を書いてあるんですね。大きくは2つに分かれてて、まずその最初ね、オープンのところは本当マニュアルですよ。デリヘルって結構めんどくさいんですよ。警察に届けなきゃいけないするから、そこはそのマニュアルが誰かにやってもらった方がよくて、普通は行政書士とかに頼んでやるんだけど、まあ、そういうのをここに入れば全部やるし、でその後のマネジメントはね、またこれは普通の商売と一緒だね。でその辺が非常に参考になります。楽しく読めそうな本なんで、ぜひ皆さんも手に取っていただいて、うん、冗談じゃなくて、デリヘル企業っていうのは抵抗がない方だったらありだと思います。でなぜかって言ったら、さっき言ったように低投資で低コストで高利益率です。いい加減な経営してる人たちも多いので、そういう人はすぐ潰れちゃうんですよ。その中やっぱり最初の立ち上げとかはこのマニュアル通りに行けば普通に立ち上がりますし、今度はマネジメントの方に行ったらですね、やっぱりこのフランチャイズとしてこう仲間がいる、コミュニティでやる楽しさっていうのはやっぱあると思うんですね。で鍋尾さんのね、やっぱ姿勢なかなか変わった方だからね、僕も2回ぐらいお酒飲みましたけど、風俗経営はね、丁寧正直健全経営じゃなきゃいけないと、そんなことを言いながらお酒飲んでるわけですから、やっぱそのぐらいこうね、ぶっ飛んじゃってる人じゃないとやっぱダメなんだよね。女の子のやっぱりマネジメントとかもこうやる、女の子をやっぱ大切にしてるわけね。いかに女の子が力を発揮するにはどうやったらいいのか、サイトもただ単にそのいいサイトを作ってほっといちゃダメで、 SNS の発信もこうやってしなきゃダメで、こういう日記みたいのを出せとか、お礼のやつを書けとか、まあ、すっごい細かいんだよね。本の後ろ扉にはですね、フランチャイズチャンネルも出てきますからね。2019年、 YouTube フランチャイズチャンネルにゲスト出演したことで FC 開業のスピードが加速と、ミリオンジョブ、フーコムなど知らないけど、のメディアに取材を受けると、そこから2019年から26店舗から現在62店舗まで増えたと。135ページには、はい、集合天才理論と、困ったことがあったら相談しなさいと、なんと僕の名前も出てくるですね。この時フランチャイズチャンネルのフランチャイズプロデューサー竹村義弘さんから教えてもらった集合天才という理論がありますと。簡単に言うと、各分野の突出した才能を集めれば一人の天才をしのぐ存在を作り出すことができるという考え方です。ポチャデリ FC オーナーになると、マニュアルを読んでても必ず疑問点や質問相談をしたいことがあります、というか出てこない方がおかしいと。でそんな時は必ず自分に相談してもらいたいと。どんどん集合天才としてデリヘルグループが大きくなっていくんだと。
いうことなんです。ついにこの集合天才理論もですね、付属業界まで変えていくというですね、なかなか光栄ですね。この本もやっぱね、天才工場さんが絡んでるわけあって、よくできてて面白いですね。そうなんだよね、マニュアルの部分はマニュアルとしてちゃんとしてんだけど、うん、夢があるんだよね、うんうん、読んでるうちにね、すごい意義がある仕事の感じがしてくんだよね。うまい ね、やっぱり、まあ、そう言われればね、確かにこの風俗業界ってのは、まあ、日本のある意味女の子のセーフティーネット的なところもあるわけですよ、うん、これがどんどんやっぱりね増えて いけば、まあ、世の中この幸せな方が増えることは間違いないなと思わせてしまう良さがある。これそうですよね、うん、全国のポッチャ女子を救いたいとかね、うん、そう書いてあるし、もう僕が面白いなと思ったあの目次を読ませていただきます。美人は3日で飽きる、ポッチャリは3日でハマる。うん、そういうもんなんですかね。いやー、ほんとすごい。僕はそのポチャホロですあの撮影の方が震えてますけど受けてて、まあ、撮影の方はちょっとぽっちゃりなんだけど ね、男ですよ、ねそうですね、うん、なかなかこれは、うん、いい本だと思いますね、うん、ただ本当フランチャイズチャンネルという名前がこちらの本のにも登場するとはね、本当ね、はい、なんか事前許可ありました？いや一応僕にはあのっていうかね、最初に会った時に、いやこれは本の時にはもう、天才工場書かせてもらいますからというふうに言ってました。あ、そうなんですね僕は知らないところで登場してましたね。いやいやいや、すごい。いやだけどね、フランチャイズチャンネルでちょっと一大グループにしちゃいましたね。だって何店舗ぐらいだったの？あの20何店舗ですね。出会った時、出会った時は出会った時20いくつですよ。で今が、今は62、この本が出た時ね。本当、うん、すごいね。すごいよね。へえ。いや、もともとこのチャンネルに出たいっていうふうにおっしゃられてきたのも、いろんな宣伝ができないからなんだよね。比較ネットとかその出せないじゃないですか。本が出たら最強じゃないですか。資料請求あった人にこれ送ってないんだからね。確かに。もっとさ、全然儲かんないフランチャイズガンガン載せてたりさ、わけわかんないでさ、うん、ちゃんこ鍋尾さん出してくれないってひどいね、本当 ね、うん、まあ、分かりますけどね、うん、でも本当に冗談ではなく、うん、あの抵抗がない方だったらね、うん、まあ、なかなか奥さんを説得するのは難しいと思いますけどね僕たちはそんなに抵抗はないので、あの月に1回か2ヶ月に1遍ぐらいあのご出演いただくら全然大丈夫ですんで、近況を近況をぜひまた、はい、あのご出演お待ちしております。はい、はい。